7月だけど宿題全部終わったよ。7月中に宿題完了。はい。あ、もしもし、誠くん？今さ、誠くんの家の近くにいるんだけど、よかったら遊ばない？誠、行きまーす。好きな人から遊び誘われる。よく寝た。9時か。ってことは、20時間寝てたんだな。これでもかってくらい寝る。机の上にゲーム機置いて、机の下にはお菓子ボックス、クーラーと扇風機完備。すぐ隣には漫画専用本棚。もう椅子の上で暮らせちゃう。部屋を快適に大改造。おりゃー、うりゃりゃー。はー、でかいプールの貸し切り最高。プールを貸し切り。まことくん、花火綺麗だね。よし、ジュースよし、よっしゃ、今からトマコのアニメ全話一気見するぞ。アニメ一気見。では屋上からそうめん流していきます。うおー、きたきたきた、すごいスピード。はいや、ロング流しそうめん。もう一度ご覧いただこう。絶対やらせだよ。明らかに CG だよな。ね、全然怖くないよね。みんなでホラー鑑賞会。誰も知ってる人がいない田舎に来て20日目、最高。田舎でのんびり暮らす。今日は田舎散策でもしますか。綺麗な海。ん？君は誰？あなたこそ誰？謎の少女と出会い過ごす。どんな髪型にしますか。しばらく学校ないんでイケメンカットにしてください。大胆なイメチェンしたぞ。イメチェン。もう一週間家出てないな。まあでも外暑いし、このまま夏終わりまで引きこもろうっと。家から一歩も出ない。適当に電車を乗り継いで知らない土地に来たぞ。うわぁ、綺麗な景色。心が浄化されていく。自分という存在がこんなにもちっぽけだったなんて。なーてのない旅。あっちー、溶ける。そうだ、ここ最高に涼しい。避暑地に。ちょっと待ってよ、王子様、それはないでしょ。